ウェイン軍はアメリカ合衆国インディアナ州に位置する軍である。2000年現在人口は7万1097人である。この軍の軍長所在地はリッチモンドである。ウェイン軍は1811年に設立された。この軍はアメリカ独立戦争の間将校であったマット・アンソニー・ウェイン将軍の名を取って命名された。ウェイン軍は主としてインディアナ州及び オハイオ州で多くの衝突が起こった北西インディアン戦争の1790年代の彼の活躍を思い起こされる。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積1047平方キロメートルである。このうち1045平方キロメートルが陸地で2平方キロメートルが水地域である。総面積の0.19%が水地域となっている。 2000年国勢調査に基づくウェイン軍の人口ピラミッド2000年現在の国勢調査で、この軍は人口71,097人、28,469世帯、及び19,301家族が暮らしている。人口密度は68平方キロメートルである。29平方キロメートルの平均的な密度に34,68件の住居が立っている。 この軍の人種的構成は白人92.04%アフリカン・アメリカン5.10%先住民0.20%アジア0.51%太平洋諸島系0.03%その他の人種0.69%および本欠1.42%である人口の1.37%がヒスパニックまたはラテン系である この郡内の住民は24.20%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が9.20%、25歳以上44歳以下が27.50%、45歳以上64歳以下が23.40%、及び65歳以上が15.70%にわたっている。中央値年齢は38歳である。 女性100人ごとに対して男性は92.40人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は88.10人で、ある。この群の世帯ごとの平均的な収入は34,885ベードルであり、家族ごとの平均的な収入は42,811ベードルである。男性は32,298ベードルに対して、 女性は21,901ベイドルの平均的な収入がある。この群の一人あたりの収入は17,727ベイドルである。人口の11.40%及び家族の8.50%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の16.10%及び65歳以上の8.60%は貧困線以下の生活を送っている。 ありがとうございます。